では、それで10になったのかい。はい。いくら豚箱の臭いまずい飯が、あーほれうまくなったところで、うまくなったところで、それで自由になったのかい、それで自由になれたのかいよ。そりゃよかったね、のかい組合のおかげだね、上がった給料で一体何を買う。ああテレビでいつも言ってる、ああ車を買うのかい、アリザの微笑みを飾ってみたところで、それで自由になったのかい、それで自由になれたのかい、組合のおかげだね、やっとあんたの息子も大学にやれるね、あどんどん出世してもらわなくちゃな、それで自由になったのかい、それで自由になれたのかいよ、あんたの言ってる自由なんて豚箱の中の自由さ、俺たちが欲しいのは豚箱の中でのより良い生活なんかじゃないのさ、新しい世界さ。
れるかい。冷たい鉄格子にカーテンでもかけりゃ小切れになったね。ブタ箱じゃないみたい。悪かない、じっと黙ってりゃ、ああそのうち出してくれるさ。ああそれで自由になったのかい。それで自由になれたのかい。自由さ、俺たちが欲しいのは豚箱の中でのより良い生活なんかじゃないのさ。新しいお前さ、新しいお前さ。